はい、どうも皆さんこんにちは、迷彩ウルフということでね、今回はちょっと自衛隊コスで失礼しまして、まあなんでかっていうと、僕結構自衛隊が好きで、いろいろね、装備を集めてるんですけど、まあ結構ね、その装備が増えてきたんで、ちょっと今回ね、動画を回しております。はい。いや、どうすかこれ。うん。結構揃ってきたでしょ、あの帽子と、まあ、迷彩服はね、昔持ってたんですけど、中のね、このインナーのシャツとか、このベルト、細かいところまで、もう全部自衛隊迷彩で、今んとこね、揃えられてますね。うん。なんならこのまま、外行ったら、まあこのまま行ったら、多分職質もんでしょうけども、ワンチャンね、これ本職の人と間違えるぐらいの、クオリティじゃないですか結構。うん。まあ、あのね。まあ、迷彩服着て、見た目はこんな感じで。ね、次ね。ピストルベルト。ちょっと紹介していこうと思います。はい。まあ、ピストルベルトっていうのは、いわゆるこの腰にね、つけてる装備の、このベルトのことを言うんですけど、まあ、いろいろね、ついてます。こっちには、P220 のね、モデルガンを、入れております。はい。これがね、なんか新しい拳銃に変わるんですよね。なんか確か名前忘れたけど。うん。まあまだ僕はこっちの方が好きなんでね、P220 の方がやっぱりなんか自衛隊って感じするんで、こっちの方がやっぱ好きっすかね。うん。かっこいいっすよね。はい。まあこんな感じっすね。はい。よいしょ。で、こっちはね、なんて言うんかな、弾薬ポーチとでも言いましょうか。なんか、使い終わった弾倉とかをね、この中に入れたりとか、なんかちょっとした小物入れとかにも使えます。はい。で、次、後ろ回って、ここにね、水筒がついております。まあ、これね、実際水が1リットルぐらい入って、実際に水筒として使うことができます。はい。で、これね、簡単に脱着で外すことができます。いやー、かっこいいね。うん。このピストルベルトについてるやつだけで多分4万ぐらいするかな、これ全部で。うん。意外と結構お金かかってるっていうね。うん。はい。じゃあちょっとね、アングル変えて皆さんにお見せします。まあ、ピストルベルトはね、こんな感じですね。うん、装備感すごいな。で、こっちがね、ハンドガンケースになります。これはね、何やったかな。このハンドガンケースね、こいつ買った時に、一緒に付属してついてきたやつですね。このスミス&ウェストンの N&P9 っていう、ガス銃を買った時に、ついてきたおまけのやつですね。はい。で、この中には、まあ、ガス銃のね、P220 が入っております。はい。いやー、かっこいい。やっぱ自衛隊迷彩とね、P220 はもう合いますね。うん。もうめっちゃしっくりくるわ。はい。こんな感じっすね。で、この、これ何やったかな、なんか買った時にくじ引いて、上申で、その、くじ引き引いた時に当たったんですよね、この自衛隊迷彩の、このボストンバックっていうんですか、これ、ショルダー、ボストンバックと、これ確かショルダーにもなってたような、あ、ショルダーにもなってますね、はい。この中にもね、結構自衛隊の迷彩のやつが、これですね、自衛隊のこの迷彩ポーチとか、この医薬品とか入れる、なんかメディカルポーチっていうのかな、この自衛隊のやつ、持ってます。はい。あと、あ、そうや、これを買った時にくじ引いて、で、自衛隊のこれ当たったんですよ、奇跡的に。すごくないっすか、うん、自衛隊運、僕すごくないっすか。ああ、いや、もちろんね、自衛隊のやつ買ったからって言って、その自衛隊の商品当たるとは、
限らないくじだったんですけど、まあ奇跡的にね、自衛隊揃いでこう当たったっていうね。うん。まあ、これがね、なんか、普段着の服の自衛隊迷彩の服ですね。はい。ジャケットっていうんですかね。うん。まあ、こんな感じかな。これ、なんか手榴弾ポーチ入ってますが、これは自衛隊とは確か関係なかったはずです。これはなんかアメリカ軍かなんかのやつでした。はい。まあ、こんだけかな。こんだけですね。はい。でね、ここでちょっと話変わるんですけど、僕、チャンネルの画像変えたじゃないですか。狼の体の迷彩も、一応ね、自衛隊の迷彩柄意識して書いたんですけど、一個前の、チャンネルの画像の狼の体の迷彩服は、ちょっと豆知識なんですけど、豆知識っていうか僕のチャンネルの豆知識なんですけど、一個前の狼の迷彩柄は、これを意識して書きました。ドランド迷彩を意識して書きましたね。一個前のやつは。はい。まあ僕のチャンネルの豆知識はね、もうどうでもいいんですけど、まあそんな感じです。はい。で、いよいよね、メインこっちドーンと来ましてね。これが自衛隊迷彩柄のライフルケースっていうんですか。で、この中にね、ガスガンの89式小銃が入っております。はい。電動ガンの89式小銃も僕は、持ってます。はい。今回は取らないですが。はい、こんな感じですね。うん。で、ここにつける二脚っていうやつは、ここに傷がついちゃうんで、つけてないです。はい。これめっちゃ高かった、この銃。なんぼやったかな ?6 万近かったね。確か値段が。うん。はい、こんな感じですね。まあ、ここのとこに当たれって書いてますね。はい。非常に日本らしい銃ですね。はい。めっちゃかっこいいね。ちなみにこれストック折りたためるモデルのやつです。はい。このように。まあ、銃をね、短くして使うこともできますね。はい。はい。と、まあ、こんな感じでしたね。うん。ちょっとね、明日からまた仕事が始まるんで、ちょっと大掛かりなやつは今日撮っちゃおうということで、着替えたりとかね、結構時間かかるんですよね。うん。はい。ということでね、まあ、今まで集めた自衛隊グッズとかね、一挙に公開っていう動画でした。はい。この辺で終わります。バイバイ。